はいどうもこんにちは、こんばんは。今回ですね、僕がまあこの前ですね、まあ購入したペンケースの紹介を簡単にしていきたいと思います。ではね、早速ね紹介していきたいと思います。これはですね、まあ先に全て言いますよ。これはですね、まあカインズホームで売ってました。カインズホームで売っているカインズ製の、まあカインズ製品ですね。カインズ製品のまあペンケースです。はい、こんな感じでね。で、お値段はですね、税込み598円ということで、まあ非常にね、まあ安いのではないかなと思います。まあペンケースにしてはね、まあこの見た目ですからね、まあまあまあ安いのかなと思って、まあ、僕もね結構あのペンケース、まあこれに近いようなね、部屋が区切られてるやつで、まあ、ある程度のね、まあ、容量があるやつを探したんですけども、まあ、結構ねアマゾンでも、まあ、1000円とかね2000円とかしちゃうんで、まあいいのがないかなと思って、まあ、たまたまカインズホームでね、あったので、こちら購入いたしました。でですね、まあ、こちらはですね、色のね、まあ、空張りなんですけども、空張りが、こちらね、ブラウンという、まあ、ダークブラウンみたいなね、色なんですけども、まあ、こちらブラウンというので、まあ、もう一色ね、ナチュラルっていうので、まあ、もうちょっとなんつうかね、ナチュラルカーダーですよね。まあ、普通の木の色みたいな、まあ、やつがあります。キャラメルみたいなね、色の、まあ、ナチュラルカラーっていうのがもう一種類あるんですけども、他にもね、これはね、6個に区切られていて、さらに、まあ、小物入れみたいなのが、まあ、入ってる、まあ、バージョンなんですけども、ただ単にね、部屋が4つに区切られてるやつだと、まあ、税込み298円というわけで。で、あとはですね、まあ、スマホスタンドが、まあ、ついているペン立てなんかも、ありました。同じくね、カインズ製の製品となっております。はい、まあちょっとね、まあディテールの方ね見ていきますとね、まあこんな感じでね、まあ6個にね区切られてるというわけですね。まあ全て同じ深さですね。はいはい。でですね、こちらがまあ小物をね、まあ入れるような場所です。で、ここはですね、ちょっとまあよく何入れるかわかんないんですけど、謎の空間が空いております。まあね、深さはね大体3分の2、3分の2程度まで、あります。はい、こんな感じでね、まあ、外見もね、こんな感じで、まあ、非常にね、まあ、お値段相当ではないかなと思います。はい。で、材質なんですけども、ですね、これを外していただくと、まあ、これもね、内側これなんですけども、本来はまあこういう模様のね、本当にも、まあ、ベニヤなんですけども、2ミリぐらいのベニヤにさらに、まあ木目調の、まあ、シールを貼ってるみたいな感じですかね。なので材質はベニヤですね、すべて。はい、まあ、適度なね、まあ、重さがあってね、まあ、お値段以上かなと思います。はい。で、じゃあね、早速ね、あの文房具っていうかね、ペンなどをね刺してみましょうか。はい、じゃあね、まあザザザザーっとね、まあ、来ますとね、まあ、こんな感じでね文房具あるんですけども、まあ、これらをねちょっと入れてみたいと思います。はい、文房具の方をね、ちょっと入れてみました。はい、こんな感じですね。まあですね、まあ6個に区切られてるんですけども、まあ僕なりですけども、まあまあそれぞれね、人によるんですけども、まあ、まあ分けたいようにね、分ければいいと思います。まあ僕はね、ここがまあ、お気に入りのシャーペンですかね。まあ S20 とか、まあレグノとか、あとはステッドラーの、まあ、製図用シャーペンとかね。まあそんな感じ。まあ使用頻度のね、高めの、ちょっと、まあ、ペンを、シャーペンを入れてます。はい。で、お隣がですね、まあちょっと使用頻度の低めの、まあシャーペンですね。今はちょっと使ってないシャーペンたちがちょっと入ってます。はい。で、こちらがですね、まあマーカーとかですね、まあマジックとかが、まあ、入っております。で、ここがですね、まあこれらにはね、まあ、ちょっと分けるのはね、まあ、6部屋だったんですけども、まあちょっとね、まあその他ということで、まあ、鉛筆とかね、まあ会心とか、まあホチキスをねここにかけてます。はい。で、ここがまあボールペンですね、まあ、単色だったり、まあまあ、多色、まあ多色ボールペンだったりね。で、あとは、ここが定規とかね、あとは刃物ですね。はい。というわけで、6個にね分けるということでね、まあ、6個もね部屋があるとね結構ね、まあ、こまめにね分けられるので、まあね、いろんな人もね使いやすいと思いますね。はい。結構ね、あのデスクの上とかにねこれ1個置いとくだけで、まあ、見た目もねいいですので、まあいいかなと思います。はい。ではね、お次に、ここは何も入れてなかったな。まあ
これらですね、これら。じゃあね、まずはね、小物ですね。ピンですね。ピン。ピンを入れます。はい。そしたら、糊を入れます。はい。そしたら、マスキングテープを入れまして、シャーペンの返しですね。はい。あとは、まあ、付箋ですね。まあね、軽くまあこんな感じで、まあ、ちょこちょこっとしたものが入ります。であとは、ここに、まあ、消しゴムを入れちょっとね差し込んだりとか、あとはまあ、こういうね平たいね、まあ、付箋をちょっとまあここに差しときましょう。はいはい、というわけでね、こんな感じで、まあね、机上の上のね、まあ、散らばってる文房具などを簡単に入れてみました。はい、こんな感じですね、全体的には。うん、まあ結構なね収納力があるのとともに、やっぱりねこの6部屋にね分割されてるっていうのが、まあね結構ポイントじゃないのかなと思います。はい、だね、今回ね、カインズホームで売っております、まあ、木目調のねペン立てということで、まあ簡単に紹介の方をしてみました。最後までねご視聴いただきありがとうございます。はい、気になった方はね、カインズホームなんかにね行って実際にね見てみて、まあ買ってみてはいかがでしょうか。はい、ではまた会いましょう。バイバイ。